五虎大将軍は、小説、三国支援儀及び小説、水古伝、または、その派生作品に登場する架空の称号である。五虎大将、五虎将軍、五虎上将、五虎将とも呼ばれる。五虎を冠した称号は、15世紀にまとめられた、小説、三国支援義』においては主に、五虎大将という古将で現れ、五虎上将、五虎将とも別称される。 小説としてまとめられる前の講談、三国志平和では、五古将軍、吉川英治の小説では、五虎大将軍と呼称されている。五虎大将軍は、関羽、張飛、馬長、高忠、張雲の5名であり、その筆頭には関羽が任命された。関中を平定し、関中王となった劉備が、諸葛亮の進言により、 信頼と功績のある武将5名にご虎大将軍の称号を授け、重要な軍事の際にはそれぞれ軍を率いて活躍し、軍事における中心的な役割を果たした。長雲は他の4名よりくらいが低く、関羽、長飛の2名は劉備の義兄弟であり、高中は老将、馬長は新山の武将と、地位、老若、経歴などは戦出に問われなかった。 五虎大将軍の起源は三世紀に書かれた歴史書三国史に遡る。五人のつてが職史第六巻関割馬基長伝いとして一巻にまとめて記述されている。関羽、張飛、馬長、甲中の四人がそれぞれ前将軍、右将軍、左将軍、後将軍に任じられた。雲はこの中で比較的昇進は遅く。 新山の馬長、高中らに追い抜かれていた。両山伯の役職。この上の役職は、総頭領と軍師のみで、軍人の中では最高の位である。編成は、大統干渉、表紙刀、林中、霹靂か新明総無知子遠釈、総やり正信平の五人。なお、干渉は、幹の子孫という設定である。また、林中は、獲物が蛇房であり、 要望が、表頭肝んつばめらひげと形容されている点から、長比を元にしているとされる。ありがとうございます。